新潟救難隊は、航空自衛隊、航空総隊航空救難団霊下の航空救難部隊。新潟県新潟分屯基地に所在し、捜索救難機に U-125A、救難ヘリコプターに UH-60J を運用する。新潟救難隊の部隊マーク、新潟救難隊の U-125。125 A2 型救難隊の前身は1962年3月15日に中部航空方面隊令下で編成された新潟基地隊で1966年12月15日に航空救難軍令下へ霊続外された後1967年10月25日に新潟救難隊へ改編された舞台マークは新潟県の県取り時と 剣木雪椿をモチーフとしたものになっている。2005年4月14日に、新潟救難隊所属の MU-2A 捜作救難機が、技量回復訓練における、陸上捜作訓練のため新潟分屯基地を離陸後、訓練中に、三日倉岳北西斜面に墜落し、乗員4名全員が死亡した。4月14日に MU-2A 捜作救難機は、 機業回復訓練における陸上捜索訓練のため13時3分に新潟分屯基地を離陸した。事故機には機長の A3 等空佐、操縦士の B3 等空佐、Q9 の C 空総長、機上無線員の D1 等空想の計4名が搭乗していた。13時16分に事故機は新潟ターミナル管制所と通信設定し、VFR レーダーモニターを受けつつ、 三日倉岳周辺に訓練のため進出した。13時25分には、新潟救南隊運行指揮所に対して、事故機が HF 無線で訓練を開始する旨を報告。13時43分に、新潟ターミナル管制所からの VFR、レーダーモニターを終了する、旨の送信に事故機が応答したのが最後となった。14時頃に、新潟旧南帯運行式所では、 事故機からの HF 無線による最終報告から30分以上経過しているにもかかわらず報告がないため無線により呼び出しするも事故機からの応答はなかった14時41分に第3救難区域航空救難及び新潟文屯基地場外救難が発令され事故機の捜索が開始された15時13分に新潟救難隊の UH-60 JQ 難ヘリコプターが三日倉岳山中の斜面で翌端早々を発見し、15時17分に大破した事故機を発見した。UH-60JQ 難ヘリコプターから救難員が地上に進出し、16時51分から17時41分にかけて事故機の乗員4名を収容したが、18時30分に遺憾が乗員4名全員の死亡を確認した。 事故機は航空自衛タイム系 MU-2A の最終号機で事故時点での飛行時間が6280時間、対応飛行時間は1330時間残されていた。事故機は6月4日に事故現場から回収され小牧基地に搬入して細部調査が実施された。10月7日には航空爆料幹部から事故調査結果が発表され、 墜落原因は失速まで十分な速度の余裕がない状態でバンク角が課題となったために失速し回復作業を行ったものの失速から完全に回復できなかったため墜落に至ったとされた。また、事故再発防止対策として、クルーコーディネーション容量の再検討及び徹底、目標捜索時の飛行所限の見直し、低速度における航空機の特性及び 性能の再教育、非行錯覚に関する再教育が発表された。ありがとうございます。